こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店天の仕事道具店の店長天です今日はお店のね閉店に伴ってお客様から頂い,いた選別の品を紹介させていただければなと思います前回アップした実店舗最終日の営業の動画にたくさんのいいねとコメントあとご覧いただき本当にありがとうございます今回はお客様から頂い,いたプレゼントがねどれも可愛くて珍しい文房具だったので動画で紹介しようと思います 2月ぐらいから直近1ヶ月で頂い,いたものを紹介させていただきますね1つ目こちらぐるり日本そよぶ店たこ焼き 見たた。にね、可愛すぎて呼吸が一瞬止まりまりした私は関東出身だし身内に、ね、関西人もいないんですが月1回は家でたこ焼きをするくらいたこ焼きが大好物なんですこちらは元は古川志向のちょっとしたメモとか伝言で活躍してくれる添え文味線で今回頂い,いたのは大,大阪のたこ焼き柄かわいいですよねパッケージも通常版とは帯のデザインが少し違いますね 中は便箋30枚綴り封筒5枚入りっていうことであの通常版もあのぐるり日本版も同じみたいですこのタコが私がちょうど狙ってたデコレの粉付きポットにそっくりなんですよあーかわいいお次はこちらククラブのブのックカバーです。京都の和紙クラブというお店のね存在自体をあのいただいたお客様に教えていただきました こちらのブックカバーに使われている紙ちょっと読み方が分からず恐縮なんですが昔からふすまに使われている紙で使い込むことで手なじみが良くなっていくそうです柄には意味があってこちらの黒猫も黒猫にまつわる言い伝えとか慣習習わしなどがあのぎっちりとねちゃんと書いてあります 食べたね、魚の骨が並んでいたり短い手足が描かれていてめっちゃ可愛いんですよで他にも波通りちょうどね学びたいことがあってそれの参考書を買おうと思っていたところなのでそれに付けようかなと思いますどんなね風合いになっていくのかすごく楽しみです次はこちら何やらねたくさん入っている模様 ありががたいいです。す。ドドキドキワクワククししながら開封していきますもうすでにね可愛いクマのキャラクターが見えていますねこちらは当店のオリジナル下敷きをデザインしてくれた一人ひ,ひじきさんというクリエイターが作っているオリジナル文房具です ご本人様から、ね、いたた。だきましたオンラインショップでも、ね、販売されているので気になる方はぜひ、ね、概要欄にリンクなどを置いておきますのでぜひぜひチェックしてみてください見てるだけでも楽しいですプレゼントの中身はこちらの銭湯などのロッカーの鍵風の、ね、アクリルキーホルダーそしてお弁当柄のマスキングテープ これは、ね、プレゼントの放送にあの実際に、ね、使われていましたお弁当の、ね、定番たちがずらっと並んでいますあとは「招き猫ならぬ招き熊」のステッカーなんかほわっとした、ね、幸せが舞い込みそうですよね でして、クマの証明写真風シール。うまく取れてるのは左上だけで、あとはね、公式書類には使えません。あとは、マのメロンソーダのメモ帳。この落ち着いた緑色大好きで、あの一筆線としてね、使わせてもらおうかなと思います。そして、たくさんのシールまで。日記帳とか旅行ログノートをつけてるので、ペタペタ貼り付けて、ちょっとテンションを上げていこうかなと思います。 ママさん以外にウサギのキャラクターもあのいますよ。キャラクターもねもちろん可愛いんですが食べ物とかねモチーフまですごく可愛いです。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店、Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。 お次もあのすごくたくさん本当にありがとうございます開封していきますこちらはひじきさんに続き同じく当店のオリジナル下敷きをデザインしてくれたスーさんのオリジナル文房具ですこちらもご本人様からねいただきましたイベントや委託などでね販売されてるのでぜひね SNS をチェックしてみてください では最初はこちらのシールなんだかね懐かしいデザインですよねスーパーでねこんな反則シールが貼ってあったらなんかうっかり買っちゃいそうですよねあかわいいなこちらはクリアタイプのシール 私もね、オリジナル商品を作るようになってあの分かったんですけどデザインはね、もちろんなんですがこのシールとしてのクオリティとか、まあ、そもそもこのクリア素材を生かせるアイディアとかあとは台紙のデザインパッケージなど本当にオリジナル商品って考えることが多くてこれらを統一した世界観に落とし込めるね、あのひじきさんとスーさんを見ていると本当ただただすごいなっていう気持ちと羨ましい気持ちが、ね、湧き出てきます。 ちなみに当店のオリジナル下敷きをお二人に依頼する流れになったいきさつはもともと、ね、お二人がお客様としてあのこの前閉店してしまった福岡役員の実店舗に来てくれてでおしゃべりしてたらあのひじきさんのバッグについていた熊のぬいぐるみを見てあれ私このキャラクターのインスタフォローしてますってあの思,思い出して声に出したというかそれでつ、ね、ながったのがスタートで。 その後ねスーさんのアカウントも教えていただいて二人の絵柄とね世界観に惹かれて、まあ、ちょうど作ろうと思ってた下敷きのデザインをもうあこれだと思ってその場でお願いして快諾いいだけましたもともとね2サイズ2柄ずつ合計4柄で作る予定だったんですけどお二人のねデザイン案が可愛すぎて選びきれず2倍のね2サイズ4柄合計8柄の展開となりました この出会いもあの実店舗がなかったらねどうなってたんだろうって思うところなのであの実店舗をねやっていてよかったなぁと思いますスーさんのメインキャラクターはこちらのおパンさん左側ですねで白くてふわふわしたキャラクター映ってたと思うんですけどそれはねおパンさんがカビた姿だそうで現実で見たらねやばいんですけどスーさんの世界では可愛いキャラクターになっていますでゆるいくまさんもねいます家族写真の写真立て風カードですね 裏にはね、メッセージが書き込めるエリアもありますが、ちょっとね、もったいなくてあの使えないかもしれない。で、こちらはシールの詰め合わせ。ほら、このパッケージすごくないですか手作りなのかななんかもう、あの、すごいなぁとかわいいなーしか感想出てこなくなってきちゃいましたね。で、かわいいオリジナルペッパーに包まれていたのは、たくさんのメモパッド。 韓国文具を彷彿とさせるデザインで英語や B6 のノットにもね、貼り付けて使えるようなサイズ感です読書カードのデザインの他に to do リストやあと買い物記録あとメモ帳と実用性抜群のデザインです本当にたくさんのアイテムとあと下敷きのデザインをしていただいて本当にありがとうございました 最後に紹介するのは当店と同じく福岡のね、糸島であの手帳を作っている方からのプレゼントです。ピュアライフダイアリーという真面目で頑張り屋さんが感性を磨いて自分に優しくなれる手帳というのを作っているそうです。すでにね、コンセプトにあの惹かれますよね。ああ、書いてみたいなーってなりました。 で手帳に同梱してあるガイドブックには書き方の参考事例がたくさん載っていてあのワークがあるんですけどそのワークに何を書いたらいいかっていうのがね、イメージしやすいようになっています。ササイトトを拝見すると誰も置いいてけぼりにしないサポート体制 使える、続くまでを手厚くサポートとね、あの、大きく記載があります。とってもね、これ良さそう、でも使い道ないなとか、ノートはもうすでにいっぱいあるんだけど、うまく使えてないんだよなとか、なんかうまくいかない、でも文房具で解決しようなんて考えたこともないみたいな、まあ、なんかそんな感じの方に向けて解決のきっかけになるような、 使い方までね、あの、売るだけじゃなくて使い方の情報発信をしていたので、とってもね、ピュアライフダイアリーの存在に親近感が湧きました。 2024年度版は公式オンラインショップからね、購入できるみたいなので気になる方は概要欄からチェックしてみてくださいまたね本も発売されているようで単なる手帳術っていうのにはとどまらずなんかありたい自分なりたい自分自分に優しい形で叶えていく脳や心の仕組みみたいなことに関しても書かれていてもしかしたら人生が変わるきっかけになるかもしれない内容だそうです 私はね来月ちょっと移動時間があのいろいろ多くなりそうなのでその時にね読み進めていこうかなと思いますということで実店舗の閉店後ね2動画にわたり最後を振り返る動画となりましたで文房具以外にもねあの差し入れをあのわざわざ本当に持ってきてくださった方本当にありがとうございます美味しくいただきました いやそもそも、ね、お店に来ていただけるだけでも本当に私は、ね、感謝でいっぱいですので今後のイベント時も全然気になさらず本当足を運んでいただけるだけでも嬉しいですまたあのいた,だいた、ね、お手紙も大切に保管してあの読み返してはね元気チャージさせていただいてます少しでも何かお返しできるように今後も頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いします 最後までご覧いただきありがとうございます。次の動画からはもう閉店関係なく通常のあの動画に戻りますので、また引き続きご覧ください。またねー。